どうも皆さんこんこにちはひとりです今回は以前にご紹介したダイヤモンドノットですね2ストランドダイヤモンドノット2本の紐で幾何学的な模様のねこの玉ができるやつ末端に結んで切っておくとね、まあ、こういうね小道具を作って引っ張り出す持ち手なんかにいいですよっていうのを以前にご紹介しましたねで今回新しくねもっとわかりやすい結び方をね発見したのであの皆さんに お伝えしようと思っってて動画を撮っていますすじゃあ早速やっていきますねまねず紐を折り返した状態でこのように配置してで左側の紐を末端を上にしてね外側になるようにこう一回ループを作ります今まあ右手でこう返して手の甲から手のひらに返した状態でループを作ったんですけどももう一回同じようにして反転させます こうですねでこの状態でできたループに右の紐を下からねこう半分だけ出すような感じで出しますでさらに右の紐を今裏側にありますね右側の紐を 裏に回して表に出てきてで今この半分ちょっと出しますって出したところに上からね通すんですよこ,これでダイヤモンドノットをする一つの段階がこれで仕上がりますねうまくできてるとこういう形になるんですよこれあの淡路結びって言うんですけどね 2本の淡路結びえちょっと端が短かったらあの最後もう一回通さないといけないので足りないからねあの調整して少し末端の紐が長くなるようにしておいてくださいで前回の動画でもねここからがちょっと解説が難しかったんですよねえっとこの上のねループのやつが上側にくるようにしてこうですねで お互いこの2本出てる紐をあの巻いてこの中心のねこの中に通し込むんですよでそのやり方なんですけどもお互い出てる紐は半時計回りになるように出てきてますよねこっち右の紐やったらこういう感じに出てきてで反対側左側の紐はこういう感じに出てきてますよねこの流れをそのまんま組むような形で 右の紐はくるっと半時計回り回って、で、この左のね、左の上のこの紐をかわして、かわして、で、上から中に刺します。こうね。わかりますかやりますよ。半時計回り回してきて、で、この左側の紐をかわして、で、上から真ん中に入れると。 で、同じく今度は左の紐ですね左の紐は半時計回りに、ね、回して右側のこのループのね右側をかわしてかわしてで最後ここの真ん中に入るとこうね半時計回りに回してでこのル,ループの右側を通って で最後真ん中に入るこうであとはこれを形を整えながら、まあ、締めていくとダイヤモンドノットがね出来上がりますこれと同じですねで引き締めていくと、まあ、こういう形になってこれはね端を切り落としてるんですけど まあこういうい簡単でしょう、まあ、簡単まあ理屈が分かってたら簡単なんですよ <laughs> 説明が難しいですけどね以前の動画ではねこう指に巻いた状態でかけてこういうなんか流れを組んでやるっていう方法やったんですけどこれがねちょっと難しかったように感じたので、まあ、今回は2回ひねって。 この裏へ通しししていうパターンをご紹介しました、まあ、普通のねあのオーバーハンドノットと比べるとまあコブも若干大きくなりますしねあのこうなんか止まりを作りたいっていう時のコブが少し大きくなりますから、まあ、用途に応じて使い分ければと思います。じゃあ今回は2ストランドダイヤモンドノットのより簡単な結び方をご紹介しました。